はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第36弾をやっていきます。で、今回ね、この10個の単語をやっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番からいきましょう。で、まず1個目、読み方が true です。 true で、true はキーワードで、まあ、自分は本当っていうキーワードを、まあ、覚えさせることが多いんですけど、そこに本当のとか本当でっていう使い方をします。だから、まあ、キーワードで覚えててもね、絶対長文で訳すことはできると思いますので、ひとまず本当っていうキーワードを覚えてもらえるとありがたい。前やったら really ですね。本当にって聞くときの、まあ、あれもね、ちょっと本当っていうキーワードっていう話をしましたけど、で、よく使うのが、まあ、true はね、やっぱ come true ですね。come true、 これは本当が来るってことなんですよね。なので実現する、まあ、dreams come true みたいなね、夢は叶う、夢は実現するみたいな感じと、まあ、よく言いますけど、まあ、come true で実現するという意味なので、これもね、覚えておいてください。で、次が wife です。 wife で、これ wife は先に意味書きましょう。これ妻です。妻で、覚えてほしいことが2個あります。まず、まあ、妻ね、せっかく覚えてるので、夫が一応書いておきます。ハズバンドって言います。これハズバンドをここ A と間違わないように気をつけてください。 U の方ね、ハズバンドで、もう一個が複数形なんですけど、これワイフですよね、まあ、その妻たちっていう複数で言いたいときに、普通に S をつけるだけではなくって、 F が V に変わります。こういう風に、これね、まあ、複数形の作り方で出てくることもあるので、ぜひね、覚えておいてください。で、次は today ですね。まあ、これはよく使う today で、今日です。例えば today が今日で、まあ、明日が tomorrow、ね、で、昨日が yesterday とかありますけど、まあ、その辺は覚えておくといいかなと思います。で、次もそのまま読んだだけです。ホテルって読むことができるので、まあ、意味はホテルなんです。ただ大事なことが一つあって、これアンとアクセントの位置ですね。日本語だとホテルなんですけど、英語はここに来てホテルと言います。ホテル、このアクセントの位置ね、セットで覚えておきましょう。で、次、これ読み方がセイクリットです。セイクリットで、セイクリットは神聖な、いや、神聖なという意味になります。これはセイクリットで、右側行きましょう。ちょっとね、書いてから右側長いやつ詰め込みすぎたなとちょっと反省してるんですけど、まず1個目、これがウィルチェアです。で、ここね、ホが入ってホイルチェアって読み方か、ホが抜けてウィルチェア、このね、両方発音があるんですが、読み方がね、あるんですが、これまず意味いきましょう。これは車椅子です。車椅子で、これはですね、分けます。 wheel と chair ですね。 wheel、 こっちが車輪なんです。で、チェア、椅子ですよね。まあ、車輪のついた椅子っていうことで、車椅子となります。これは wheel chair ですね。で、次が visitor です。visitor。で、visitor は、まあ、2個一応意味書こうかな。入ると思うんで、まず一つは訪問者と、ちょっと待ってね。あ、これ右入ったかな。観光、入ってるね。観光客。これはぜひ両方覚えておくとありがたいです。で、まあ覚え方なんですけど、ビジターのここ、ビジット。これは動詞の訪問するですよね。で、前回のきっかけ英単語35の時に、35だっけ？アクターですね。アクトで、まあ、演じるっていうところから派生して、アクター、ね、俳優って意味だったんですけど、まあ最後基本的に、ER をつけて人を表すことが多いんですが、これも OR なんです。アクターと同じですね。だから、訪問する人っていうことを表して訪問者なんです。
いいかな。まあ、観光客っていうのをセットで覚えてください。さあ、ここから3つね、なかなか長いの続きますが、まず1つ目。この単語、意味もそうなんですが、書き方もそうなんですが、アクセントの位置、気をつけて覚えてください。で、コンではなくて、カです。カン。カンフレンスと言います。カンフレンス。で、カンフレンスで、これ、会議です。意味が。会議。という意味になります。カンフレンスと言います。で、次が、ネイバーフッドです。ネイバーフッド。で、これも最初にアクセントがきます。これも大事。で、後で話しますが、これ本当はネイバーっていう意味でね、出そうと思ったんですが、まあ、せっかくだったら長い方を取り上げて、ネイバーもセットで覚えてね、というふうにしようと思って、こっちを取り上げました。で、まず、ネイバーフッド。意味。これ、近所です。近所。で、さっき言った、このフットの部分を取ったここです。ここ。これ、ネイバーって言うんですけど、これ、隣人です。隣の人とかという意味です。住んでる隣の人とかね。で、ネイバーも割りくし出てきます。個人的には、ネイバーフッドよりも、ネイバーの方が出てくるイメージがあります。だから、隣人ね。まあ、隣に住んでる人みたいな感じで覚えてください。まあ、近くの人ね。で、最後です。で、これも、ここの、カンと一緒で、こっちもカンって読みます。で、カンティネントって言います。カンティネント。で、ここもアクセントが大事で、ここに行きます。カンティネントですね。で、意味が、これ、大陸です。大陸。で、これね、下がね、閉まった。入らなかった。これね、後ろに、ちょっとここに書こうか。待って、カンティネント。これに AL をつけると、大陸のって意味になるんですけど、アクセントの位置が変わります。これ、こっちに移ってきて、ここ。カンティネントって言います。カンティネント。で、アクセントの位置が変わるので、ぜひね、大陸のってつけるだけだから、よいしょ。まあ、後で消しちゃうんだけど、のですね。ぜひこれもセットで覚えておいてください。ではね、ちょっとね、まあ、難しいというか長めのがいっぱいになっちゃいましたが、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、多分ね、これがアップしてる時には、ちょっと待ってね。きっかけ、英熟語の方も始まってると思います。で、最初の時も話をしてると思うんですが、この時に英単語、次英熟語とはね、なかなか言えないので、次どっち上がるかはまだわからないんですが、ひとまず、よいしょ、偶数日にね、どちらか英単語か英熟語アップしていきますので、画面に出てごめんね。もしよかったら次回の方もご視聴ください。よいしょ。はい、っていう感じですね。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。